影の予感。Kスパイロ18から20は物語が動き出す3は絶対必見。綾瀬が運転代行で向かった浅見グループ系列の第3総合研究所。この回限りの舞台ではなく深く関わってくる場所ですので覚えておいてください。ラムダ2000を手に入れてこい。はい、皆さん repeat after me。 ラムダ2000。最近ね、開発された高純度エネルギー。一体これを何のために使うつもりなんだ。達也と綾瀬の関係性を描いている。そして我々も綾瀬の病気を再び考えさせられる。今朝綾瀬が苦しそうにしているところを見たばっかりの達也はシャッターを開けるのが遅いっていうだけでうっつって3人のやり取りっていうのもすごくほっこりしますし、それを見つめる綾瀬の目、すごく愛おしいものをね見るような目で見ている。俺は今のままがいい、今のままなら信じてられるんだ、変わるかもしれない明日ってやつをな。歩いてゆく輝くため